番調整ヨガを担当するくるみんと申します。よろしくお願いします。今日はですね、骨盤調整ヨガを、良くするために、骨盤調整ヨガをやっていきたいと思います。これをね、呼吸に意識をしながらね、前腸関節の可動域を良くするためのアーサナを行っていきます。まず、片足前屈です。ハムストリングスを、緩めます。内臓を活性化させるために、はい、そのまま、そのままの状態で片膝曲げ側屈をやっていきます。脳を休めて、臀部を、柔らかくし、ストレッチ、ゆっくりと呼吸をしながらやっていきます。はい、そのまま鳩のポーズに移っていきます。内臓機能をアップということですね。冷えむくみの解消、疲れも解消してくれます。それを右と左、全部、その流れでやっていっています。はい、いずれもね、疲れや肩甲骨周り、内臓機能で、そこに、さらにね、骨盤も調整されていくということです。はい、そのまま今度、キャット&ドッグの姿勢になっていきます。吐く息で下向き、吸う息で上、吐いて下、吸って上、吐いて下、吸って上を繰り返していきます。全身にプラーナの流れが感じていきますね。新鮮な呼吸、はい。そうしました。今度は猫ツイストです。猫のようにしっかり伸びていきます。腰背筋、後背筋を緩めていきます。肩こりも解消していきます。はい、そうしましたら、今度は、キャットスプリットです。右の手を伸ばし、左の足を上げる、前後に引っ張られるような気持ち、キャット&スプリットです。スプリットをしっかりと、伸ばしていきます。はい、しっかりと終わったら、その後一旦チャイルドポーズで、お休みしていきます。はい、ありがとうございました。